奈良の大仏様として知られる東大寺の盧舎那仏は、奈良時代に聖武天皇のご発願により造立されました。5月2日は聖武天皇のご忌日にあたり、そのご遺徳をしのぶ計算法要を大仏殿にて毎年厳守いたしております。例年ご法要に合わせ、鏡池で武学と計算能が奉納されます。本殿はコロナ対策のため、会場を金賞ホールに移し、観覧人数を制限して実施するとともに、東大寺公式 YouTube チャンネルにてライブ配信いたします。これから公益社団法人南都学祖による武学を上演いたします。演目は演武、歌謡舞、胡蝶、壇陵王です。上映中はスマホ、携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードに設定していただくようお願いいたします。
品、胡蝶を上演いただきます。Thank you.
次に蘭陵王を上演いただきます。
Bye.